ャンネル。じょ。こんにちは。今日のお題はマジやめてっていう。誰に言ってるんですか。マジやめてっていう。マジやめて。はい。え、野球で。そうそう、だからまあプロ野球選手としてやってきて、はい、マジやめてって思うことがあるんですよ。はい、これは。はい。それをやっぱりみんなに分かっといてほしいっていう。はい。でこれを見た人は改善してほしいっていう。え、っていうことは。ファンとかにも関係あることですか。そう、ファンの人にも関係あるし、はい、一般の人にも関係あるし。へー、マジやめてっていう。はい、わかりました。まず一つ目、はい、プロ野球選手、大勢で食事に行ったりイベントごとを行った時に一人だけにサインくださいというのをマジやめて。これは完全にファンの、一般のファンの方ですね。とかお店に行った時に、はい、じゃあ4人ぐらいでご飯食べに行ってて、はい、佐々木さん、サインですか、もう先輩とかいたり、もう気まずいんですよ、うん、あとなんか野球教室とか行ってて、はい、佐々木さんサインですか、うん、とか野球教室で食事会行ってて、はい、もうこっちも OB の野球選手も名だたる人なのに、はい、佐々木さんお店にサインですかとか、はい、もしくは違う人に、うん、サインですか、はい、っていうのは、まあ俺は何とも思わないんだけど、うん、気使うじゃんね。そうですね。だからお店とかサインもらうんだったら、うん、とりあえず誰が来てるか全部リサーチして全員に、もしくは分からなかったら、うん、もうスタッフかも分かんないけど、はい、サインいいですかって言えって。そしたら、あ、僕選手じゃないんでって絶対言うんで。はい、これあれですね、あの自分が下の立場だったらいいじゃないですか、うん、先輩がもら、なんか頼まれてでもいいですけど、うん、先輩がいるところでもらう、言われるのって辛いですね。辛いし、まあ、僕が先輩でも、うん、なんかこいつらもプロ野球選手なのに、なんかちょっとね、ざわつくんですよね、まあ、気分がいいもんじゃないんですよね。いい気持ちではないですよね、はあ、だからサインね、欲しいのは分かるし別にしてあげますけど、もしプロ野球選手がいたら、うん、欲しくなくても、はい、全員に一回頼めって。そうです。でもファンとしてはもしかしたら全員はちょっとね、欲張りすぎるかなとか思っちゃうんでしょうね。いや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 、その4人いて、はい、あ、俺はいいけどこっちはダメねっていう人いないじゃないですか、はい、全員してくれないか、全員してくれるかしかないんですよ。あー、そっか。だって2人でして、あ、いいですか、あ、俺はちょっとできない、言わないでしょ。うん、そうですね。確かに。え、じゃあもう全員にもらいましょう。これはそれマジねやめてほしいんですよ、はい、うんうんうん、うん、すっごい気使うんですよ。はい、ちょっと場の雰囲気も若干気まずくなりますよね。なんか空気がよどむんですよね、うん、なんかざわつくっていうか、なんか申し訳ないみたいな、うん、で向こうはすごい嬉しそうにしてるわけじゃないですか、はい、まあ、選手個人個人その自分の立場ってなんとなく、あ、まあ、そりゃそうだなとか思うかもしれないけど、いい気持ちではないですよね。握手してください、写真いいですか、いいけど、ね、みんなに言ってよ。みんなに言えよっていう、はい、でそれを待たすわけじゃないですか。先輩とかいたらいいですかみたいな、あーみたいなで待たせてるのに、うん、こっちだけをやるって申し訳ないじゃないですか、はい、もしくは後輩とかでも申し訳ないじゃんね、みんなに頼もうよっていう、はい、うんうん、欲しくなくても。そうですね、それはもうマジやめてほしいんですよね。もうすっごい気遣うんですよ。皆さんお願いします。本当、はい、これはお願いしたいですね。はい、あとですね、はい、こうサインつながっていくと、はい、あの行ったこともない店にサイン飾るとマジやめてっていう、うん、え、どういう行ったことない店に飾るって、だから要は、はい、なんとか店さんへとか、あっていうのを1回やったんですけど、はい、あの SNS 上で見つけたんですけど、あ、佐々木さんこのお店よく行くんですよね、サイン飾られてました、はい、みたいなのが、うん、あのツイッターで上げてる人がいて、はい、サインは僕なんですよ、はい、でもお店の名前は僕が書いてないんですよ。あ、なるほど。もうその字で分かるじゃないですか、はい、自分の字なんて、うん、だサインは僕が書いてます、はい、でもそのなんとか店さんへはもう僕が書いてないんですよ。それちょっとでもちょっとひどいですね。そういうのやめてほしいですね、うん、まあ店の名前も書いていただいて書くんですけど、うん、でもそれをお店に貼るから一般の人たちとかは、知らない人たちは、うん、あ、佐々木さんこの店よく来るんやとか、うん、来てるんやって思われるじゃないですか、うん、でも実は行ったことない店が多分8割ぐらいあるっていう、うん、まあまあそうですね。だもしかしたらもし何より店へって書いてないかもしれないですけど、はい、野球場でもらったのを店に置いてる人とかもいるかもしれない、ね、そうそうそう。あとはそのもらってきて、うん、宛名を自分で書いて店に貼るっていうパターンもあるんですよ、はい、うん、そうですね。だからそういうのはちょっとやめてほしいですね、うん、だって僕多分僕が頻繁によく行くお店で僕のサインが飾られてるところって、うん、ほぼないですよ。へえ、そうなんだ。ほんと数点、はい、
ぐらいですね。頻繁に行くところでね、はい、1回ぐらい行ったとかはありますけど、はい、頻繁によく行くところでサイン飾られてる店は仙台でいうと、はい、フォーラス、フォーラム、フォーラス仙台、フォーラス、あ、もう今あるのかな、どうだろう、はい、あったんですよね、はい、僕行ってる時に、はい、でその横にマックがあったんですよね、はい、ありますね、でマックの裏に小山っていう牛タン屋さんがあるんですけど、はい、そこ僕しょっちゅう行ってたんですよ、はい、1人とか行ったりしてたんですよ、うん、でそこはサイン飾られてあるんですけど、はい、そこは頻繁に行くんで、はい、もしよかったらね行ってあげてください、はい、まあ、引退してから仙台行ってないんで、うん、まあ、最近は全然行けてないですけど、うん、あと地元のね徳島とかではサイン飾られてるお店とかはありますけど、うん、地元なんでね、うん、でも都内で僕がよく行くところでサインが飾られてるところって千葉でもそうですけど、うん、ないっすね。へえ。でもまあよく行かなくても一回行った時にサイン頼まれることって絶対あるじゃないですか。うんうん、だそれを飾ってることっていうのはまああるでしょうね。それはいいです。まだ行ってんだったら。行ってるんだったらね。行、うん、ってないのはちょっとやめてほしいです ね、まあ、マナーとして自分で何々店さんへって書き足すのだけはちょっと良くないかなとは思うんですね、うん、そこはね、うん、やめてほしいですね、うん、そこだけは一回でも行ったらまだいいです。だから僕イベントとかでもよく言われるんですよ、うん、佐々木さんなんとかっていうところなんとかよく行かれるんですか、うん、まずその市にあんまり行かないよねっていう、はい、いや一回も行ったことないけどみたいな、うん、サイン飾られましたよ、はあ、じゃあどっかで書いたやつが貼られてんのかなみたいなね、うん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 、そういうのはね、まあ、両親として、はい、まあ、ちょっとやめてほしいなって。そうですね、できればね、皆さん最後、うん、はい、はい、あとサインつながりでいうと、はい、今年っす、はい、今年はこのまあ新型コロナウイルスが蔓延して、はい、この前も大会 TV で平塚球場で生放送のロケだったんですよ、はい、もう生でもうオンタイムで、うん、まあそれやってる球場分かりますよね、はい、すぐ、うん、もうで、EXILE の、はい、あの J ブラザーズの方とかもいたりして、はい、あの俳優さんもいて、うん、あのもうそこ、はい、すっごい出待ちがやばかったんですよ、はい、あ、だから100人以上いたなみたいな、100、200人ぐらい、まあ、生でやってるとこ分かったらね、はあ、うん、でいてて、はい、ショービッツみたいな、まあ確かにそうですね。で他の共演者サインくださいとか写真いいですかって言われるんですけど、はい、今の現状、うん、無理っす、うん、それはやっぱりそのしてあげたい気持ちはありますけど、この今コロナが蔓延してて、ね、みんなマスクもしてる、でやっぱりそのね、あんまり接点持たないように、もしくは接触しないようにって心がけてるところで、そのサインもしくは写真撮影握手してくださいって結構言われましたけど、正直この現状はちょっとできないです。まあ、今はもうちょっと本当にしょうがないですね。はい、断るのもね、いやちょっと今このコロナの現状なんでちょっと難しいですっては言うんですけど、うん、あのもうお互いちょっと今年は理解しましょうっていう、そうですね、そういう多分、ね、言わなくても暗黙のルールとして、そうそうそう、でもしね、うん、まあ、プロ野球ファンの方だとやらないと思いますけど、はい、プロ野球ファンのあなたとね、皆さんはそういうことをやって、もしくはプロ野球選手がね感染拡大になっちゃったら、うん、大好きなプロ野球のシーズンが中断されちゃうわけですよね、うん、それはやっぱり最も避けなきゃいけないことなんで、はい、やっぱファンの皆さんもこの今年に関してはその新幹線とか移動公共機関、空港、ね、うん、駅とか、うん、もしくは移動の途中とか、もしくは球場なんかでも、はい、そのもし選手と会ったとしても選手側からするよって言ったら話は別ですけど、はい、握手してくださいとか写真いいですかとか、うん、サインくださいっていうのは今年は控えてほしいです、うん、正直そうです。で、まあ、僕たちももし会ったとしてもしたい気持ちはあるけど、やっぱこの現状だとやっぱり難しいんで、うん、できないんで、もう多分 100% 断ります、はい、そうすることによってお互い嫌な気持ちになりたくないんで、うん、あの今年は我慢しましょう。そうですね、その点は、うん、だからそこはマジやめてほしいなっていう。だって試合、今試合とかでも選手もお互いハイタッチとか声もやら、エアーでやったりとか、それぐらい綿密にやってることなんで、やっぱりファンの人たちも一人一人そういうところは意識していかないと、プロ野球がね、成り立たなくなってきますからね。そうなんですよ、だからそういったところはね、うん、あのまあやめてあげてほしいなっていうのはありますし、はい、あと今、今年無観客ですけど、はい、観客が入ったパターンのやめてほしいもあるんですよ。お、はい、本当これは本当に、うん、まあ素直な気持ちだから仕方ないんですけど、はい、あのやめてあげてほしいなと思うのは、はい、ピッチャー〇〇に変わりまして〇〇、みたいな、もしもうじゃあもし DeNA だって山崎康明とか、はい、デレレレ
ダララ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 、はい、だらだら安いっやっぱり選手が変わった時に、はい、うわーってなってほしいですよ、はい、うん、それが何とかに変わりまして、はい、何とかそこまでえーってあります？でもしくは、はい、マチュアルですからね、うん、あーとかあのよくであーになって、はい、ビジターのファンが歓声を上げるっていう、ね、そうです、うん、やりたくてきたーみたいな、やらかすよみたいな、よくシーンでこうチャンスで三振とかでチェンジとかになるとあーって多分なんかもう自然とあるじゃないですか、うん、選手交代でもそんなに明るい、あるんですよこれが、ありますか、もう昨日やらかしちゃったやつとか、ここ最近状態が良くないピッチャーがそのいい試合展開の時にコールされると、うん、あーみたいな、あーなるほどな、そいつじゃないやろう的な、まだ投げさせるんかいみたいな、はい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 、はい、っていうの感じがもう球場の雰囲気からもうそのだってもう何とかに関して何とか、うん、うわーと圧倒的に違うから如実に分かるんですよ、うん、確かに昨日めちゃくちゃ炎上してたけどこのいい場面で投げるのって時にちょっとまあファンって不安になるじゃないですか、うん、多分出てきましたあーって言ってはないと思うんですよ、いや言ってる絶対言ってる、多分何とかにピッチャー交代あの人じゃないよね、あの人じゃないよね、何とかに変わりまして何とか多分もう自然と漏れる声が塵も積もってあーってこう言ってるんでしょうね、だからやめてほしいんですよもうそれはあの逆にね、はい、炎上したら翌年で翌日出てきたら、はい、逆に頑張れーっていう、ね、今日は俺らもついてるぞっていうぐらいが欲しいんですけど、はい、あと代打ね、はい、ピンチヒッターなんとかに変わりましてなんとかはぁーもう本当仕方ないですけど、うん、あからさまに声援とか、うん、リアクションが変わるのは、はい、グランドレベルで言うと、うん、マジやめてほしいっす、やっぱ聞こえるんですねそのあーとかも、だから逆にね、うん、歓声が高かったら、はい、うわー俺って期待されてんねやなと思ってテンションめっちゃ上がるんですよ、はい、そっちのパターンはいいんですけど、はい、そっちのパターンになっちゃうと、いや、むごいじゃないですか、僕はそっちのパターンになったことがないから、はい、わかんないですけど、はたから見てるとやっぱりちょっとかわいそうなんですよね、いやそりゃそうでしょうね、今から勝負ね、はい、今から戦場のもうど真ん中に行くのに、はい、期待されてないんだ、誰からも、みたいな感じで、それは後押しにならないですよ、そりゃまあ辛いですね、うん、だからね、はい、この今無観客になって、うん、まあ、そういうののいいリアクションもできない、まあ、まあ悪いリアクションもできないですけど、はい、できないじゃないですか、だからもしね観戦できるようになった時にはね、調子の波もあるかもわかんないですけど、いい声援でね、うん、あからさまにテンション違うのをやめてほしいですね、はい、そうですね、ファンの声援は力になるっていうね、そうですね、はい、だそういう皆さんのね、視聴回数とね、はい、登録者数の増加がね、僕のモチベーションを保ってるんで皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、そこにつなげる